ザ。こんにちは。はい。さあ豊さん。はい。日本シリーズはベイスターズが3勝して王手をかけました。まあ3勝2敗な。そうです。はい。ペーペーね、みずほペーペードームに行ってからは、はい、3連勝。まあ外弁系シリーズなんていうふうに言われてますけれども。まあよく言われるよな。そうなんですよね。さあもうあとね。うん。ソフトバンクはもう後がないということで、そうだな、はい、ただ開き直るね、ソフトバンクは、うん、それにしてはちょっと大きすぎるんだよ、うん、開き直れない成績を残してきてるから、ちょっとここまで、いやいや、そう、あのなんで俺らが開き直らなきゃいけないんだって、はい、思うぐらいの成績を残してきてるから、はい、開き直りにくい、そうですよね、うん、そんな感じがする。ということはそれよりもね、プレッシャーの方が強いと思う。あの、あれだけぶち切れ、そう、負けれないという、あ、負けたくないという、そうですよね、その気持ちがなんかこう空回りするという、うんうん、一方でベイスターズはやっぱり3位からの下克上っていう、うん、やったらお前スターになれるぞみたいな、そう、人気者だぜみたいな、はい、まあそういうこう勢いはあるよね。そうですよね、うん、ということはやっぱり今ベイスターズファンの方盛り上がっているんですけれども、はい、もちろん下克上がこれは見えてきたのかな、どうなんだろうっていうところも含めて、残りの日本シリーズどういうふうな展開になっていくのかっていうのを豊さんに語っていただきたいんですが、はい、ベイスターズ、はい、打線がやっぱりそのペイペイドームに行ってからちょっと上がってきてるのかなっていうのがあるんですけど、いやもうね、もうなんかそこら辺は予想通りなんだよ、はい、周期で予想したけど俺、はい、やっぱね DeNA の方はやっぱ巨人戦の時にあんまり良くなかったんだよ打線とか、はい、でもそれを経て日本シリーズになった時にいい周期に入ってくるだろうなと思ったんだよね、はい、でソフトバンクはゲームやってなかったけど、うん、あまりにも日本ハムの入りが良かったんだよ、うん、あ、ね、もう抜群なんだよ、はい、あ、これはもう落ちていくなと思ったの、その状態がね、はい、それはやっぱりね、ソフトバンクの強さって計り知れないよ、うん、めちゃくちゃ強いと思うよ、はい、だけどその周期っていうのがあって、うん、やっぱ弱いなんかこう調子が出ない時期って必ず人間ってあるじゃない、バイオリズムありますね、まあ、あるでしょ、はい、それと同じだよね、チームも、うん、なんか変な周期に入ってるというか、今、うん、入るっていう風に予想してたから、はい、あ、やっぱり打てないよなっていう、そうですよ、とはいえ1戦目2戦目はなんとかソフトバンクは勝ってるんですよね、うん、だけど、うん、多分ねソフトバンクは甘く見たな、ベイスターズ、うん、うん、それやっぱりエース同士の投げ合いだと勝手に思ってるから向こう、うん、だけどこっちはやっぱり左持ってるよっていうことだったんだ、そうです、はい、それと D 制は強いんだよって、うんうん、ベイスターズは、うん、今シーズン、まあ、5戦まで終わってるけど11勝1敗だから、うん、DH 制を使った時には、はい、だからやっぱこう打つ選手がたくさんいるし、うん、で1人またプラスになるわけだから、そうですね、いやだからそういう意味からするとやっぱり優位に働くっていうのはあるよね、うん、厚みが出るという打線に、うん、ただソフトバンクもその DeNA の厚みのある打線もピッチャーがなんとか抑えてくれるだろうっていう、それなんで抑えられると思う、うん、根拠はないんですけど根拠ないよね、はい、あの山本雄大と伊藤光がほとんどシーズン被ってるんで、そしたらデータ取ろうとしたら、うん、そのキャッチャーのリードのデータしかないわけよ、だから戸柱が被ってるわけよ、そうです、戸柱が被った時のデータがないんで、そこなんですね、だからやっぱ山本雄大と戸柱のリードって違うんだよ、見ててやっぱり、まあ、例えば栗原にチェンジアップ6球全部いったりとかさ、はい、極端なリードもやるときあるんだよ、うん、山本雄大だったら1球いやこれ続くんだったら1球まっすぐ見せておいて、うん、もう一回戻ろうとかチェンジアップに戻ろうとかするんだろうけど、やっぱねそこら辺のね飛ばし屋のデータが俺はないんだと思うよ、それが功を奏してるという、うん、それと戸柱はもう徹底してる、そのバッターに対して山本雄大のリードもすごく成長してるんだよね、うんうん、ものすごい慎重になってきてるんだ、はい、で被れば被るほど、うん、やっぱりキャッチャーって慎重になるんだよ、はい、なんか怖さを身につけられるから、うん、相手からね、でも勝ってきた、うん、戸柱は怖いものなしなんだよ、でリードとすればあで大胆に行くときは大胆に行くし、はい、いやだからそういうところがやっぱ全く掴みきれてないんじゃないのかなっていうような気はする。それはもう3戦目から全くこう歯車が合わなくなってきちゃった。だって K も立ち上がり3者三振だよ、うんうん、そうでしたね、それも全部ボール振って、はい、K に対して、まあ、例えばボール球に手を出してたら絶対打てないよなって、うんうんうん、でジャクソン、はい、これも3者三振、全部ストライクで勝負いってんだよ、
それが当たらないっていうんだから。だから、まあ、それ考えるとさ、やっぱちょっとデータ的には取れてないのかなという気はする、ね。これは3戦目からがそれがもう顕著に出ちゃったんですか。1戦目2戦目なんとかそれでも、いやだからいや2戦目も柳田大抜きから1打席目三振してるんだけど、はい、高めのまっすぐで三振してるんだよ、はい、あそこで多分雄大だったら落としてるんだよ。でも全然違うのか。なんか戸柱はまっすぐで勝負いったんだよ高め、はい、うん、それ空振りしてるんだよ遅れて、はい、やっぱ変化球待ってるんだよちょっと、うん、意識の中で。だからそういうねズレが俺生じてるっていうふうには思ってるけどね。なるほど。まあ、状態全体的な状態も悪いけどねソフトバンクはね、うん、でもそういう状態にはまってるかなという感じがする、うん。あとはベイスターズ打線でいうとやっぱり初戦と2戦目やっぱ後半で追い上げはあったもののなかなか、まあ、宮崎選手にしても牧選手にしてもちょっと、うん、なかなかこう状態上がってこないなっていう中でこう 3,4,5 となるにつれて状態をみんな徐々に上げてきたっていうのはこれはなんでなんですか。まあ、これはやっぱり状態が上がるようなバイオリズムなのと、うん、で牧が悪い悪いって言うけど、はい、やっぱ仕事はしてるんだよ、うん、で宮崎も悪い悪いって言うけど、はい、第4戦の2点目のホームランとか、はい、効果的な一発が出てるんだよ。いやだからソフトバンクの選手っていうのはまんべんなくいつも打たなきゃいけないっていうふうには思ってるかもわからないけども、はい、DeNA の方は何本打つかというよりここで打つっていうここが出てるんだよね。チャンスレッド。そう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 、うん、だから何本打つとか率をどのぐらい残すんじゃなくて、うん、ここで1本欲しい時に打つっていう、うん、これがやっぱり DeNA ができてるのと、はい、ソフトバンクの方はチャンスは作ったよ、うん、だけどここで打つっていうことができてない。あと1本というところですよ ね、 ね。だからまあ効果的な一発っていうのがあるんだけども、うん、まあ、第5戦なんかは先制点に導いた牧の先頭打者のあのフォークの打つフォークをね、うん、大関から、はい、やっぱ大関はフォークしかやっぱ頼れるボールはなかったと思うんだけど、うん、それはやっぱり先頭バッターが打って出たっていうことに関して、はい、やっぱ使いにくくなるよね。そうですね、もうあのボールを。そうですよね、うん、あ狙われてきてるっていうような、うん、まあ、そういうことがあるとやっぱこう投げにくくなるし、うん、そしたらやっぱ追い込んで勝負いったのが筒子、はい、フォークをタイムリー打たれると、はい、もう大関はもう使えないってなるよねベンチは。そうですよね、うん、そしたら変えるしかなくなる、うん、だから変えたピッチャー先頭打者に必ずっていうぐらい打たれるんだよ。そうなんですよ。いやだからもう悪循環だよね。そう、何かもう全くピースがはまらないというか、まあ、これがやっぱこう勢いだよベイスターズのっていうことですか、うん、あとキャッチャーでいうと例えば DeNA は1回だけ松尾選手をちょこ最後の方使ってきた時もあった。で一方でソフトバンクは昨日の試合なんかは甲斐選手スタメンから外して、まあ、尾崎選手で海野選手、その後峰井選手っていうふうに甲斐選手を使わなかった、うん、このあたりのこのキャッチャースタメンっていうのはどう響いてるんですかね。どういう意図が昨日あったのかとか。いやそれは考えたんやけど、はい、あ海野かと思って、うんうん、貝外したんだと思って、はい、どんなことであれ貝は俺外さないと思ってた。あそうなんですね、うん、それはやっぱもう1戦目からこうずっとデータを取りながら、はい、負けててもやっぱデータを取りながら自分の頭の中でやってる人間を変えてきたなって、うん、いやよっぽどだろうなと思って、うん、確かに一本もヒット出てないんだよ。犠牲フライの1点もあるけども、うん、一本もヒットが出てない、うん、やっぱここら辺でやっぱ機能してくれないと、はい、困ると、はい、いうようなことで使ってきたんだと思うけども、牧に打たれた時、うん、ね、変化球初球カーブっぽい球を投げたんだ。それを強烈に三塁線あのスタンドの方に入れたんだよ、はい、ほら相当前にポイント置いてんなと思って。あいやそしたら牧は甲斐に対してインサイドを意識づけられてるんだよね、はい、ここのシリーズは、うん、やっぱ牧もインサイドをある程度待ってるからああいう強烈な左へのファールになったと思うんだけど、はい、それをインサイドにすぐ持ってったんだよね、うん、だから俺甲斐だったら、うん、俺は一球外でもう一回誘っといて、うん、最後の最後にインサイドに持っていくかなって、はい、まあ、確かに海野もボール要求だったと思うんだよ、うんうん、でも投げれる状況に前田がいたかどうかだよね。なるほど。だからその心理も甲斐だったら分かるはずなんだよ、はい、でも海野はやっぱり大事な一戦任されてるからやっぱデータ通りというか、うん、その時のあもうここだったらインサイドのボールみたいな、はい、
もう相手がどういうふうな状態かっていうのを分からず言ってると思うんだよね、うん、だからまあそこら辺がやっぱ後手を踏むなっていうふうに思う。回だったら俺はまともに言ってないと思うんだよね。いや1球目のファールがあまりのポイントが前だったから、はい、うん、だからそこら辺の洞察力とか感じ方っていうのはやっぱ回の方が1枚も2枚も上だよね。まだ そこをやっぱあえて外したっていうのはどう理由まあやっぱり雰囲気もいろいろ変えたかったと思うし、まあ大関も海野と組むケースも多かったんだろうから、うんうん、だからまあそういうふうにしたんだとは思うけど、いや俺は海でいてほしかったな。そうですね。でその後も結局海選手ではなくて峰選手がマスクかぶってっていう、だから峰にもう代打出せないわけよ、そういうことするとそうですね。そしたらもう海1枚になっちゃうから、うん、そうです。まあ、何かあった時に、まあ、1枚になっても、うん、あそこの峰のところでは勝負かけて代打出さなきゃいけないんだけどね、はい、で峰が三振する、うん、内野ゴロで1点取れてるの、うん、まあ、三振する、その回得点ならず。そうですよね。だから26イニング、ね、無得点っていう、まあ、不名誉な、うん、まあ、記録に並んだのかな。そうですよ、1958年のジャイアンツに並んだの。あ、そうなんですね、うん、その時以来。いや、だからその時以来だから、それでもゴロ転がしときはさ、もうそういうこと言われない、うん、でも今度また横浜スタジアムで戦う時に26イニング、はい、全く点取ってないようのスタートから始まらなきゃいけないから、みんなやっぱりそういうのって嫌がるよね、はい、でチャンスの時にいやここで打たないとみたいな、うん、やっぱり変なことが頭をよぎるから、はい、だからまあ集中しづらくなるというかね。そうなります、ね。まあ、そういうことになるよね。で舞台は横浜スタジアムに戻ってくるということで、はい、で明日土曜日がちょっと関東東京は警報級の雨と言われているので、これはおそらくラッキーだよ。これはどっちに対してラッキーですか？そう、横浜だよ。いや横浜そのままやってもいいんだよ別に。勢いおいでみたいな感じかも。今そうだ。いやもうここまで来たらカッコついたぜみたいな、うん、いやそんな感じだから、うん、ね、戻ってこれたんですもん。いやいや本当にそうですよね。いやまあでも降ってくれたらやっぱ K が中4日で使える。そうですね、東は中5日になってくれるっていうことでは、はい、やっぱ調整期間っていうのがしっかり取れるという、うん、体も休ませられるという、はい、まあ、そういうことを考えると、うん、明日雨で流れると、うん、先発投手陣を変えるかもわからないね。そうですよね、先発をね。これ、まあ、ソフトバンクはもう有原投手、モイネロ投手、もうそれしかいないよね。ですよね。でベイスターズが今言われているのが東投手とケイ投手をじゃあ日曜月曜どっちに持ってくるんだっていうのを言われていて、日曜日に中4で K 投手で、月曜日に中5で東投手という説と、中4で日曜日東投手でその後が K 投手月曜日かっていう風なこの2パターンを今言われてるんですけど、いやもう K 東でいくと、東 K ではなく、それはこう中4でもやっぱ故障がある、故障があっての登板だからさ、はい、東が、うん、俺だったら K で勝てれば一番いいと思うけど、うん、でも最終戦3勝3敗になった時に、うん、一番信頼を受けるピッチャーが投げてくれると、うん、まあ、それだけで安心感あるかなって思う、ね、まあ、決めにかかるっていうのもいいけどね、はい、まあ、慌てんなっていうのがことだよ、うん、なるほど。あと浜口投手は このシリーズの中で行ってましたけど、うん、いやだから明日あるんだったら俺浜ちゃんかなと思ってたのよ。土曜日もし試合があるんだったら、うん、まあ、大抜きっていうことも考えられるけど、やっぱ左に対してあまり良くないっていう、うん、まあ、左の方が相性がいいなっていうことを考えると、うん、まあ、浜ちゃん行ってもいいかなっていう、あのジャイアンツ戦のね、そうですね、あの力投を見てるとね、うん、いいかなっていうふうに、まあ、誰でも使えるよね。だからそうなんですよね、うん、で、まあ、おそらく土曜日休みなので先発ピッチャーのことを考えるとやっぱりベイスターズは雨で中止になって、まあでも有原もモイネロも、うん、まあ、スライドだと思うんだよ、はい、1日ずれるだけでね、うん、でもその分こう休めるっていうことを考えると、うん、まあ、プラスだと思うし、うん、まあ、雨によって、うん、その DeNA のバッティングがちょっとおかしくなるか、はい、あのソフトバンクの方が良くなるかっていうのは、うん、まあ、そういう危険性もね、うん、秘めてるけども、はい、俺はそれは簡単にはそう戻らないと思うよ。雨一日じゃ戻らない、うん、それは DeNA の方がやっぱ打つだろうし、はい、まあ、DeNA の方が休めて、うん、もっと鋭いスイングになるかもわからないし、でソフトバンクの方は負けて王手をかけられたまま、うん、
1日ずれるっていうのはもう本当に嫌だよね。気持ち的に嫌ですね、うん、いやだからそれを長引かせるっていうのはなんか精神的な疲労っていうのもかかってくるのかなという、ね、うん、まあ、そんな感じもするよね。あとはもう DH 制が使えなくなるので、はい、ソフトバンクとしてはこの近藤選手今3割打ってるんですけど、はい、この近藤選手はじゃあどうするんだっていう、いやもう出さなきゃいかんだろう。ですよね。だから守備ができないというか、まあ蛇行する動きがちょっとまだ足首に負担がかかるんだよね、はい、でも走塁はちゃんとしてるからさ、うん、だからおそらく俺はもう使ってくると思う。使ってくる。で、コンちゃんも出してくれって言うと思う。あ、そうなんですね。このまま負けるわけにいかない、うん、でコンちゃんもやっぱりね移籍して、はい、優勝したいだろうし、うんうん、だからそこら辺は俺は出てくるし、うん、まあ、逆に言えばオースティンもやっぱり日本一取りたいっていうことを考えると、はい、もう DH がなくなったらもうファースト守ると思う。あ、もうここは守る足ね、ちょっと自打球の影響だって言われてましたけど、でも自打球って打撲だからさ、はい、1日伸びるの伸びただけ、はい、やっぱ楽になる。そうかそうか。あとはこれ打順なんですけど、はい、ソフトバンク、このシリーズ例えば周東選手を後ろに持ってきたり、これはね、はい、自分のチームがこうであった方がいいっていう、うん、自分しか見てないようなオーダーなんだよね。相手にこうやって、はい、オーダーを渡した時に、うん、まあ、森内が見る、はい、うわ嫌だなっていうオーダーを組んだ方がいいと思う、うんうんうん、だから相手が嫌がるオーダーっていうのは、まあ、例えば周東が1番でも柳田が1番でもやっぱどっちだって嫌なんだよ、はい、でもこれが 1,2 番で組まれるとすごく嫌だと思う、うん、まあ、柳田倒れる、周東が出る、うん、ね、2番が送ったみたいな形になって、はい、セカンドに盗塁ができるみたいな、うん、まあ、そういうことを考えるとやっぱりね、上位を厚くした方がいい。で、下位打線っていうのはもうね、頼りにならない、はい、今年、まあ、ソフトバンクズームアップゲームとか、うん、まあ、いろんなことで見てきたけども、うん、よく俺が言ってたのがやっぱりソフトバンクの強さっていうのは、はい、上位打線も、まあ、さることながら、うん、下位打線なんだと。下位打線がつないで上位に必ず回してくると、はい、だから下位が打点上げた時なんか負けないっていう風な、うん、まあ、そういう解説を何回もした覚えがあるんだけども、はい、この下位打線が機能しないんであれば、うん、もう上位でなんとか点取るしかない、うんうん、そしたら上位に厚みを持っていった方がいい、うん、足も含めてね、はい、それが相手がこうスターティングメンバーを受け取った時に嫌なメンバーだと思う。シュートが9番いいんですかみたいな、うん、笹川1番いいの、うん、なりますね。その笹川が悪いとかシュートがいいとか、うん、まあ、そういうことじゃなくて、うん、相手が嫌がることを考えた方がいいと思う。そうですよね、うん、で近藤選手ももうレフトでスタメンで使ってくるということの方が DeNA は嫌ですよね。それは全然嫌だよ。そうですよね、うん、一方で DeNA はもうここは桑原選手梶原選手の 1,2 番でここは行くっていう感じですかね。牧選手は3番、まあ変える必要はないよね、うん、だから5戦目の、まあ、報道を使ってきたけども、はい、まあ、1番桑原、2番梶原、はい、3番牧、はい、4番ファーストオースティン、はい、で5番に宮崎、はい、6番に筒香、はい、もしくは佐野、はい、戸柱、森森圭人選手、はい、でいいと思う。うん、なんだ変える必要ない、もうここは変える必要がないっていうことですよね、うんうん、2番牧選手の梶原選手をクリーンアップの後ろの方に変えにっていうことはしない方がいいんですか。相手から見ると、うん、やっぱり桑原1番2番梶原、うん、嫌だと思うよ。うーん、梶原の足も嫌がってるしさ、いはい、楽勝にセーフだもんね。早い内野安打も取れるしさ、うん、だからそういう意味ではやっぱ、まあ、上位を厚めにしといた方がいいだろうな、うん、あとは打率だけでいうと DeNA はその牧選手が1割8分2厘で宮崎選手が1割5分8厘で、まあ、この2人が、まあ、いいところでは打ってるとはいえちょっと率が低いんですけども、ここは特に気にせずに、だからいくつ打つかじゃなくてどこで打つかだからさ、うん、シリーズは短期決戦なんて、はい、だから2人ともいいところでホームラン打ってくれてるよね。そうなんですよね。これもう効果的もいいとこだもん。確かに相手にぐさっとくるようなのを打ってくれてるから、それは大きいですよね。でやっぱりその桑原選手が3割9分1厘、はい、梶原選手がやっぱり3割6分4厘と、うん、この 1,2 番のこの
出塁率な。出塁率っていうのがやっぱすごいですよね。いや、まあ桑原が一番で出ると何か起こしそうな、まあ起こるような気がするよね。まあ、守備も含めてそうですよね。で一方でソフトバンクなんですけれども、ちょっと山川選手が1割5分8厘というふうに当たっていない、うん、いやただ柳田選手は状態上げてきて今3割3分3厘と非常に状態がいいんですけど、だからもう言った通りなんだよ。いや落ちるよと他の全体で、うん、でも柳田だけはちょっと注意しておいた方がいいよって、うん、上がってきましたね。それはなぜかというとやっぱ入りが悪かったから、うん、でここの入りはいいだろうと思って言ってたら、まあ、柳田は打つだろうなと思ったら案の定打つという、ね、ですよね。これ山川穂高選手はこれはこのまま眠ったまま行ってしまうのか、眠らせないとかなきゃいかんよな、はい、これが起きたら大変な怪獣が起きるのと一緒だぞ、うん、そうですよね、うん、ゴジラかモスラが起きてきたみたいな、そう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 なっちゃいますよね。そうそう、うん、モスラはあまりモスラはないかモスラ、モスラはあのザッピンやつがいるからそうですね歌わなきゃいけないから、そうですね、モスラよ、そうそうそうゴジラですね、歌ってる暇ないからね確かに。これはじゃあ DeNA 打線、バッテリーとしては、うん、やっぱ注意するのは柳田選手、あとは眠らせておく山川選手っていうことなんですか。そうだね。逆にソフトバンクバッテリーはその DeNA 打線どういうところに注意すればいいんですか。注意、まあ入り方だよね、うん、ゲームのだからここら辺がやっぱこう有原とかモイネロってうまかったけど、はい、印象もつけていったんだけど、もうそれがもう全くなしになったよね。帳消しに、はい、帳消しになっちゃったから、またこれからやる時間はないよ。だからやっぱそれなりのデータを見ながらもうやっていくしかないよね。そうです。ただ甲斐が4戦目までのデータは取ってるはずなんだよ、はい、だからやっぱもうキャッチャーは甲斐に託すしかないよね、うんうんうん、甲斐拓也だ、託すって拓也だけにねそうですね、託すしかないですね。いや本当にそうですよね、うん、まあ一方戸柱が目立っちゃってるからね、やっぱキャッチャーとして打つ方もそうだけどさ、はい、やっぱすごいよな。そうですよね、もうこれはファイナルステージというかね、クライマックスからそうですよね。調子こいてこんなの、ね、ミニハートやっちゃってんだもんもうさ、あのなんていうの、ファーストベース上で負けがこうやってやったらそうそうそう、これねもうかっこつけすぎだから、もう飛ばしら MVP 取ってるから大きいですよ。まあまあ確かにないやでもそのぐらいやっても頼もしいよな。頼もしいです。あと心配なのがソフトバンクのちょっと中継ぎと後ろ、いやもう崩壊してるよな、うん、ちょっとあの系統で間違ってるのか、やっぱねそこら辺の経験値がないな。いやプロとしてのキャリアも浅いし、はい、やっぱ辛いと思うよ。これは采配、ベンチの采配も含めて、いやだから誰をベンチに入れるかとか、うん、誰を中継ぎにしとくかとか、はい、まあ、そういう問題もあっただろうし、うん、やっぱ終盤積もりとか、はい、まあ、あんま良くなかったしな、そのまま出ちゃったよな。そうでしたね。でも昨日第5戦の時は三者凡退取ったのは積もりだけだけどね。あ、でもあイニングまたがすと捕まったというね、うん、そうでしたね。だからまあそこら辺のこういう戦い方をシーズン中してないからね、うん、やっぱりその強かったから、だから、うん、だから弱い時の采配が全くできてないというか、機能しないというか、うん、まあ、機能しないというか、でこういう窮地に追い込まれたことはないからね、うん、ソフトバンクは今年。そうそう、そうですよね。いやだからもうバタバタしてるよね。一方でベイスターズ、いやもう気打ちだらけだからシーズン中はね、いや本当だったらもう良いかなっていうようなところから、はい、把握縛って、うん、頑張ってきてるわけだから。そうですね。いやもう負けてもともとだよみたいな、でも負けるの嫌だよなみたいな、うん、そんなノリから一生懸命頑張ってきてる。ただやっぱりねクライマックスシリーズで、佐伯、はい、高橋遥人、うん、戸郷、菅野、グリフィン、うんうん、で勝ったのが、もう一回勝ったのが戸郷から点を取り、菅野から決勝点をもぎ取りって、はい、これはやっぱり自信になってると思うわ。自信にしてもいいし、うん、それぐらいのピッチャーを倒してきてるから、はい、だからそれはやっぱこうある程度の自信はチーム全体が持っただろうね。うん、できるっていうね、うん、まあ、本来、まあ、セ・リーグで戦ってる中の人間に話を、はい、でベイスターズどうだって聞いた時に、うん、細かいことがしっかりできて、うん、エラーしなかったら絶対優勝するってあのチームはって言 うぐらい、はい、やっぱ評価の高いチームなんだよ。そうでしたよね。それがもうエラーはする、うん、何をしてるんだっていうような野球をやる、うん、はい、でもこれがやっぱクライマックスからやっぱ守備は良くなった、うん、ね、采配も動かせるようになった、うん、やっぱピッチャーも速くなった変える時が、
いやだからね、やっぱこういい具合に回ってるよ。 DeNA の来年は怖いよ。そうですね、もちろん優勝ありますね。いやもう逆にぶっちぎっていくかもわからない。あ、このいやそのぐらいのポテンシャル持ってるって。で これが自信になってっていうことですよね。そう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 。あとはまあセリーグになるので、まあ系統が一つ鍵を握っていくのかなと思うんですけれども、このソフトバンクのピッチャーの、まあ、代打だったり系統、うん、ここは、まあ、セリーグで、ね、本拠地で2勝しているっていうのはあるでしょうけど、そういう展開になればいいけどな、うん、点が取れないんだから、まあ、今そういう展開にならないじゃない。そう、点取れないとそうですよね。まず1点取るのが必死なんだから。そうですね、この2日間、うん、まあ、土曜日休みだと仮定して、この2日間がどういうふうにバッティングの方に影響を与えていくのかっていうところでしょうね。まあ横浜スタジアム、うん、まあ、ホームランが出やすい出やすいって言うけど、はい、よくちょっと風が変わってるんだよね、スタンドができて新しくね、はい、だから出やすい出やすいって言っても、うん、そらなかなかそんなには簡単じゃなくなって、うん、だけどやっぱソフトバンクが勝つにはやっぱ花火を打ち上げることだな。花火を、うん、誰かが、うんうん、まあ、柳田でもいいし、まあ、山川ももちろんのこと、はい、あとは近藤ね、はい、まあ、そういうあたりが、まあ、栗原もそうかな、そういうあたりがやっぱもうタイムリーっていうよりもやっぱホームランが欲しいと思うよ、はい、でワッショイ野球に戻さないと。そうですね、うん、それはなかなか勝ち目はないと思う、うん、それはね、つなごうと思ったって今の投手陣だったら、うん、DeNA のつながせないよ。で三浦監督もつながせないようなリレーするよ、うん、普通だったらこう昨日でもね、はい、中川投げさせないよ。行きましたね、うん、あれは森原で行ってるよ、うん、でも中川の状態を知りたいから。あ、そういうことなんですね、うん、とやっぱ中川の自信だよね、そういうのも継続するために投げさせてた、うん、もう完璧だもん伊勢も。でもうぴっしゃりでしたよね、うん、だから本人たちもすごい自信になっていけるっていう中でハマスタに戻ってくるっていう。だから下手すると中川先発してくるから、ね、いや奇襲で奇襲ですねこれは。いやいいよ、まあ、いけるとこまで行ってみるって、まあ、3イニングぐらい、まあ、とりあえず5回を目指して、いやもう危なくなって帰るからみたいな。もうすごいブルペン店ですけどね。いやいやだけど、いやそのぐらいのこともできるということだ、今のベイスターズのピッチャー陣は。そうなんですね。そうそうそう、いや頼もしくなったよ本当に。そうです、成長ですね、すごい。さあズバリ豊さん、はい、どっちが何勝何敗で優勝します。お前ね、俺は最初から言ってるから、はい、DeNA が4勝3敗って。4勝3敗、うん、ということは1回日曜日はソフトバンクですか。でもね、俺4勝3敗って言った時に、うん、4勝3敗になるのは3勝3敗の時期があるんだなと思って、はい、3勝3敗になったら、うん、やっぱ経験値が 上回るかなと思って、はい、今変えてもいいですよ。いや変えないよ。あ、いいんですか。いいんですか。あ、4勝2敗に。そうです。あ、そういうことか、うん、いいですよ変えても。まあでもね、あれだけ40作って、うん、敬意を払うとしたら、うん、やっぱり4勝3敗だよ。あ、じゃあ最後までもつれるっていうことですね、うん、ということは次の試合はソフトバンクが有原投手で、うん、目いっぱい戦って、うん、配当金も目いっぱいもらうと、うん、そうですね、もうマックスやればねそれだけ。もう横浜うわうわだよもう選手も球団もいや、そうですよ。そりゃ1試合やっただけど何億って違うからね。ですよね、あ、それやってるわけですもんね。それは日本シリーズだと。そうですよな。あ、だからクライマックス本拠地でできなかった分、ああ、 もう日本シリーズで行かせていただけますよっていう。もう引き分けを作ろうかみたいな試合。そうですね、そしたら火曜日までできるんですもんね。 そんなこともなきにしもあらずですけども。でもね、7戦目は引き分けはないんだよ、うん、まあ、永遠にやるからね、決着つけるの。だから6戦目はが、そうこれがもう延長なんて引き分けって、うんうんうん、ね、そうなったらもう美味しいよ。美味しいよ。もう一回引き分けみたいな。もうね、いやですね、お金のことばかり考えてしまいましたけれども。違う、いや選手たちの分配を多くっていうことで、お金のことって俺らに入ってくるわけじゃないから。そうです。あ、でも別に球団に入ってくるのかなと思って、まあ、そうね、横浜ファンとしては戻ってきてくれたので、ね、嬉しいです。最近力入っちゃってるから首がおかしくて、うん、なんか首がね、ちょっとぎっくり首だから、ぎっくり首回らなくなったんじゃなくて縦に動かなくなっちゃったっていう。カメラの向こう、下向くのが大変なんだ。下のデータが見れなくなってるって。そうそうそう。ただソフトバンクもやっぱりあれだけぶっちぎりで、はい、リーグ優勝した意地が、まあ、 ね、うん、まあただやっぱりリーグ戦ぶっちぎったとしても短期決戦っていうのは、うん、
そうはいかないからな。そうですね。いや、その時の状態っていうのは本当に左右するんだよ、うん、ジャイアンツだってどれだけ状態が悪かったか、みんなの。そうでしたね。あ、確かに。もう本当かわいそうになるぐらい状態悪かった。かだからね、もう本当にもうシーズン終わったらすぐやるとかね、うん、まあ、そういうふうに心がけていかないと、はい、もう日程日程ってもうね、日程がもう消化できないときはもうダブルやるとかさ、ダブルヘッドでもいいですよね。いや本当にそうやって日程をもう詰めて組んどかないと、うん、やっぱこういうことは今後起きてくるだろうな。そうなりますよね。いやね、本当に横浜、勢いが出てきた横浜、リーグ優勝でね、あのもう圧倒的な貫禄をつけている。いや、それともう一つ、はい、もう一つ言います、うん、三浦監督が決して大口叩かないんだよ、はい、もうね、明日どうしますかって。いや、ファンの方もたくさん来られてるん で、うん、で明日も精一杯応援してくださいって、頑張りますって、うん、勝つなんて一言も言ってないんだよ。あ、そうなんだ。この謙虚さが俺いいと思って。もう明日決めますとか、うん、横浜行って決めますとか絶対言わないから。また横浜も戻れましたって、うん、あくまでも謙虚さだ。いわゆるこちらはチャレンジャーでっていう、そうそう、あくまでそういう精神でいるから、だからそれが俺三浦偉いなと思って。やっぱね、軽口叩く人いるよね、もう横浜で決めますって第6戦で行きますみたいな、うん、ね、そんな簡単なもんじゃない。やっぱ相手に敬意があるんだ。やっぱリスペクトっていうのは大事ですよね。そうそう、俺たちはあくまで3位なんだと、うん、向こうはもうパ・リーグでぶっちぎりのトップなんだと、はい、その謙虚さを三浦が持ってる、監督が、うんうん、だからこれはね、やっぱ好感持てるわ。多分その監督の思いが多分チーム、うん、選手とかコーチにも全部ベイスターズは多分伝わってるんでしょうね。それと7回に筒香が先頭バッターで出た時に、うん、ダイソー送らなかったんだよ。あ、はいはい、偉いなと思ったの、うん、これ守りに引いてしまうと、はい、みんなが守る体制になるから、はい、もうそこから攻めはできないわけよ、うん、でもそれをやらなかったがために、ね、プレゼントが来た9回に、はい、3点という、これで勝てるという、それで守備固めを使ったり、そうダイソーを使ったりした、もうね、三浦偉い。なるほど、ね、偉い偉いってなっちゃった。いやいや、そういうことなんだ。本当に、いや、だから謙虚さもあり、はい、慎重さもあるという、うん、で相手を最後の最後まで怖がってる、うん、だから隙を作らない、はい、もう三浦監督の監督としての像がでかくなった。そのシーズン中とはまた全然違う。全然違う。まあ、これを、まあ、来季って言ったら、はい、うん、もうやっぱり優勝候補になるよ。なりますね。皆さん解説の方、うん、多分1位優勝に DeNA 出してきますよね、来年。全然違ったでしょ。はい、ね、また采配が。またコロッと感じ。いや、でもね、俺はね、三浦監督はこのクライマックスシリーズでだいぶ変わったと思う。ということは例えば小久保監督の采配、三浦監督の采配、どうしてもこのシリーズ比べられてしまいますけれども、なんかそういった采配っていうのもあと2試合どういうふうにしていくのかっていうのも見どころですよね。もうそう、もう劣勢は知ってるから三浦監督は、うんうん、もう勝つときは大丈夫かみたいな、勝てるのかみたいな逆にいや、まあまあ、でも慎重にやってる、うん、でも一方小久保監督は劣勢を知らないから、うん、はい、今もう慌てふためいてるっていうことなんですね。そうそうそう、いやちょっとね、土曜日はちょっと雨で中止かもしれませんが、日、そしてマックス月曜日と試合が見られるように、はい、そして豊さんもね、試合終わったら今日の解説ということで、そう、うん、まあ、俺は早く首が治ってほしい。そこですね、首を万全な状態でそうそう日本シリーズ臨んでください。はい。